やっほー、ひめだよ。今日は、カードラッシュさんね、ポケカのリパをコンディションで開封していこうと思います。全部ね、2000口あって、今回はね、20口購入したので、その中ね、約 100% をね、購入した感じになります。当たりとしてはね、やっぱいつも常連のエリカ、ショータとか、キハラとか、マリーとか入ってて、珍しいところとアセロラの予感とかはメイとかカリー V のプロモかな、プロモも入ってるらしい。こういうところを狙っていきたいね。それじゃあね、早速開封の方していきましょう。グッズオリパ開封、プロウタツキチャンネル。やった！ちょっとね、開封していこう。よし、ああ、助かる。出しやすい。口目。え、ああ、レアかな。レアだね。ウォータくんからの。なんだ。ああ、いきなり、輝くサーナイト。色違いのサーナイトのレアカードが出ましたね。サーナイト、サーナイトね、好きだからね、ありがたい。まあ確かでも持って。続いて、ワールっぽくね。ワール。ワール、ああ。なんだっけ、裏方の。名前が出てこない。名前が出てこない。ごめんね。なんでしょう。アースピア。ウォールね。チェレンだ、チェレン。プラフォーム1でライバルで2になると、ジムリーダー。あ、口ね。アルフリーさん、はい、ないと思うんだけど、なんだこれ、ドラゴンテープか。これに埋めれば。おー、ガラルタ、ジュッサブマの、シェル。やっぱ、腹ぶってる。あ、口目だな。いけない。お一人の、いや、外れなかった。なんか、ここから。7口目かな？早くも。いや、からの、塩。塩もね、かわいいね。SV でパリパリ入れてね。こっちの古い追加進化をもらった。はい、このね、どうだか。これな、この当たりだったらもうあれ使うのか。あら、おしぼり。何でしょうね。何口目だろう。わかんない。右上に書いとこう。よし、いきます。
たの。やば、信号の仲間たち。当たりじゃない、当たりだよ。あ、当たりです。出たけど、多分当たってないね。すごい、嬉しい。いや、アヘルだね。というわけでね、開封の結果はこんな感じでした。いやー、やば。なんか、何も出なかったら、冬にでも開けるか、みたいな、なったんだけど。まさかね。怖いというかね、怖いよ、この引きはね。先口で、先口。先口の、20
20回でトレーナー3枚打ち抜くっていうのを。あ、何？どうした？うわ、死ぬんじゃないかな。いやー、よかった。この動画が良かったらね、高評価とチャンネル登録お願いします。Twitter もね、やってるので、登録してくれるとね、嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またねー。